今日はソフトジェルを使ったちょっとの長さ出しをしていきます。1本欠けてしまった時にとっても便利な工程なので覚えておいてください。まずフォームをはめた状態から始めます。ベースをまず塗っていきます。この長さ出しは、ジェルのメーカーさんによってちょっと手順が異なる場合もあるので、メーカーの手順に沿ってやってみてください。基本的な長さ出しの方法を今日はお伝えしています。ベースを塗って硬化させます。ベースが固まったら先端を作っていきます。ちょっとたっぷりのせたジェルを先端のホームのところに乗せていきます。ちょっとクリアなんで分かりにくいんですけれども、フォームのこの線のラインを使ってジェルを乗せていくとやりやすいです。ちょっとこの地爪の部分まで伸ばしてあげてください。では一旦ライトに入れます。ジェルはそんなにピンチとかは入れる必要はないんですが、必要であればこのちょっとキュッとピンチを入れてあげるといいと思います。ちょっと広がっていきやすいので事前にフォームでこうキュッと土台をシェイプしてあげてると勝手にピンチが入っている状態になるので楽ちんです。もう一度だけライト入れます。では今度は今形がこんな感じになってますので全体的にジェルを乗せていきます。全体的に一度塗りをしてたっぷり取ったジェルを真ん中ら辺にのせてみてください。でさっき一度塗りしてるので表面張力が起こります。筆先でちょんちょんちょんとなじませてあげて、あんまり触りすぎないことがポイント。後でファイリングもするので形はそんなに気にしなくても大丈夫です。こんな感じですね。では一旦ライトに入れます。ではフォームを外します。フォームはさっきの上を乗せた工程で外してっても大丈夫です。こんな感じですね。表面張力で結構つるんと仕上がってくれてます。今はクリアだったのでフォームを外さにしたんですけれども、例えば先端をラメのグラデーションでもともとから作ってしまう場合はフォームを外して
固めてあげないとこの中が固まらないので注意してください。で削る前に一旦全体を拭き取ります。表面だけじゃなくって内側も必ず忘れずに拭き取ってください。もう完全に固まってますね。最後は太いファイルではなくこういった細いエメリーボードで削ってあげるととってもやりやすいです。全体的に削れたら他の爪と合うようにデザインをもう直接塗っていっていただいてもいいですし、このままもうトップで仕上げていただいても結構です。今日はトップで仕上げていきます。ライトに入れます。トップコートをもう一度塗って仕上げます。ライトに入れます。ノンワイトップコートを使ったのでもうこれで触っていただいても大丈夫なんですけども、裏についてるダストをきれいにしますので、こうやって綿棒みたいにコットンを巻きつけたオレンジウッドスティックにエタノールとか水とかしましてもらってダストをきれいに取っていきます。もうクリームだけで完了される場合はこれはオイルを塗っていただいてもいいですね。このままでも可愛いですし、デザインもこのまま出していただいても結構ですし、楽しんでください。それではおしまい。